始まりました「国際夫婦による雑談ゆるゆるポトキャスト」はい皆さんお久しぶりですお久しぶりです皆さん元気にしてましたか元気にしてましたか、はい、大体34週間ぐらいですねね本当にあのポトキャストを楽しみにして,なあのしてた皆さんお待たせいたしましたはいはい私たちのポトキャストまた復活しますはーいはーいってことで今日はね きょうはね、あの日本にね、帰る日が近づいてきたので、そのアップデートしていきたいと思います。と、はいう、はい、ことで、まあ、皆さんは、ねまあ、自分たちが9月に日本に帰ることは知ってると思うんですけども、あのポッドキャストのここ,にこ,こだけに、あのちょっと日にちとかね、うん、ちょっといろいろ教えたいと思います。はい、動画ででもも言っってんんじゃこの間撮 まあでもか細かい日細かそうね細かいちょっと日にちとかいろいろ言えるかなと思います、ね、予定ではあの9月の中旬とかに、うん、あの日本に行く予定だったんだけどいろいろ予定がコロコロ変わってあの自分たちがアメリカを出るのが9月の6日はいで今日このポッドキャスト撮ってるのは8月の31日です、うん、だからあと1週間もないねそうだねこのポッドキャストみんなが聞いてる こにはまあその次の日にも自分たちは日本向き行きの飛行機に乗るって感じだね。はい、はい、だからまあこれから出てくるポッドキャストとかユーチューブはちょっとした時差がねそうそうあの生まれてくると思うんですけどそうだねね,、うんね。だから本当に今回は9月のまあ日本に着くのが7日なんだけど、うん、そこからだいたい20日間の間、はい、あの日本に入れるのでまあだいたい約3週間、はい 今回はたっぷりとと日本に帰ることができそうです、はい、そうですね3週間だね,ねなんかいつも2週間行くか行かないぐらいだったけど、うん、帰る時はねそうだねって言ってもなんかアメリカに引っ越してから2回しか日本に帰ってないねそうだあでもそっか自分はプラス1回かああ2人でねそう2人で二、ね、人で帰るのは2回か何はね3回だけどそうだねそっかそっか、うん ね、だから今回はねでも本当にたっぷり帰れるから結構予定もねいろいろもう組んでさ、うん、なんかあっち行きたいこっち行きたいみたいなことも考えたよねいろいろそうそう結構ね計画したよねうんまあ,あの家族にもね、うん、あの会うしもちろんあと兄弟とか、うん、まあ老いとかめいとかにも会ったりとかはする予定なのでそういうのもアップデートできたらいいなと思うし、うん、ま,あまだ聞いてないけどね まあ、家族の声とかも YouTube の動画でちょっと入れることができたらいいなと全然さ、ね、YouTube 出たくないとかさうん、うん、そういうことはまだ聞いてないけどちょっとだけでも声とか様子ちょっとした雰囲気とかね,そうだね家族のなんか雰囲気とかみんなにシェアできたら。 い確かに何かたまになんか「最後の家族は動画に出ないね」とかってなんかああるあるコメントもらうんだけどね<る>でも本当とにね一回,回も出たことないからね、まあ、今度出してくださいとかコメントあるけど、うん、まあ家族がもし顔写してもいいとかうん、うん、声出してもいいとかそういうふうに言ってくれたら、うん、あのねあの一緒に撮ってもいいけどそうだね、まあ、あとは家族次第かなそうだね,ね と,とで、はい、なんか、まあ、自分たちはね、今回、あの、さっきも言った通り、三週間ぐらい、まるまる。帰るから、うん、まあ、いろいろね。東京とかだけじゃなくて、あちこち行こうと思ってるんだけど。うんうん、まあ、どこに、どこの県に行くかとか、まあ、どこら辺行くかとか、うん、とりあえず。そうだね。お話しする、ね。いいんじゃない。ね。いいよ。まあ、最初は。ね、東京。そうだね。まず、東京について。うん、まあ、そこで、大体、まあ、数日。 うん、34日ぐらいいてその後に自分たちはあの先にあれか静岡の方に行くかその着いた週の次の週にはあの静岡に行こうと思って、うん、はい、で,で静岡かなって思うかもしれないんだけどお茶が飲みたくてしょうがないからね <laughs> そうそう富士山見ながらお茶が飲みたくてそ,うそれが恋しくて。そうそうそう っていうのもあるけど <laughs> あの実は自分が、ね、大学の時静岡の方に大学行ってたのであのやっぱりなんかそういう自分が大学で過ごした場所とか、うん、そういうところをちょっとブレンと一緒に歩いたりとかいろいろ案内できたらいいなと思って、うん、あの静岡の場所を今回は選びました。いいいねねなんか静岡も、ね、やっぱりろんな場所 行けるる場所があるからで、その中でも自分がやっぱりよく行ってたその熱海とかうん、うん、あとは沼津、うん、あとはその御殿場の方とかうん、うん、そこら辺はやっぱり自分が大学の時にしょっちゅう行ってた場所、うん、だから結構思い出もあるからそういうところをちょっと、まあ、ブレンと一緒に回れたらいいなと思って大体いい2泊3日の,あの旅で計画は組んだね。うん そうそうね、熱海一日熱海一日沼津一日御殿場みたいな感じで、うん、ちょっとそんな感じでスケジュールを組んでみましたはいね楽しみだねハニーはでも行ったことは静岡は行ったことあるけど熱海とか御殿場はないと思う,うん熱海は絶対ない御殿場もないと思う多分好きだようん、うん、ね静岡はさ本当に まあね、沼津がねやっぱり行きたいね。沼津っって何ががあるっけあれ、ね、海鮮が美味しいのよやっぱ日本はね<鮮>どこもやっぱ海鮮は美味しいんだけどだ、ねま、自分が大学の時はねやっぱり結構ね安くてかなりの量が食べれてえこの値段でこんなに食べ放題なのとかうん、うん、そういうのが本当に多くて今もねちょっとどうなってるか分かんないけど。 まだあってほしいけどね。うん、自分が昔行ってたところとか、なんか沼津港とかあったのね、うんうん、なんかその沖。あ港、港なんかいろいろ海鮮が、新鮮なね。うん、海鮮が手に入る場所で、すぐそこで食べれるみたいな。うん、行ったことないと。すごい美味しい。いね、うん。うん、だから、そこ。ブレンと一緒に行きたいし、うん、まあ、あと自分がよく使ってた。 駅とかさ、静岡の駅とかなんかもうバイトに行くまでの道のりとかさ、うん、あと自分が昔住んでたアパートとかそう,だ、ね、そういうところをちょっとぐるぐるって冒険したりとかして、うん、ちょっとまあブレンの知らない自分を一緒語りながら、うん、ね、最後のやんちゃ時代のやんちゃ時代,、ね、ゃ時代 <laughs> そうだよ大学の時は結構イケイケ時代イケイケ時代だったから K-POP スター 目指してる時代 <laughs> いやー k p o p スターは目指してないけど憧れてた時代だね髪の毛とかなんかね髪型髪色とかはかなり k p o p 大好きだったしそ,う、ね、まあそれに寄せてた時代だったねそういうもんだよ、ねそうね、みんなね若い時はそういうことするから<う> <laughs> あとは熱海もね 行くんだけど熱海はさやっぱり自分たちの大好きな「クレヨンしんちゃん」の聖地でもあるし、うんそうだ,ね、だからそこも多分ちょっとねあの本物に寄せてる部分もあるからさその景色とかも、うん、あの見れると思うし、うんね、本当にね、まあ、熱海はね結構坂のなんかアップダウンが激しいから、うん、結構ここシアトルにちょっと近いような雰囲気もあるし、うん、あとまあもちろん海も。 うん、熱海といったら海もあるんだけど、まあ、それも海鮮もあるし、うん、それもねちょっとブレンと一緒に回れたらいいなと思うしあとなんか夏祭りがねちょうどやってたらいいんだけどねそうだね自分が大学の時はね熱海の夏祭りとかよく行っててすんごい人の量だったんだよねうんね花火が上がったりとかして、ね、結構楽しかったからね、うん、まあなんかやってんじゃないのかなとかなうん、なんかどっかはやね うん、やってるから、うん、どうしても今回ね夏祭りの,その屋台の唐揚げとかさそう,、ね、そういうの食べたくてマジででもなんか,か、ね、祭りじゃなくても屋台や,やったりするじゃんなんかそうだね,ねお寺とか,なんかそういう場所でうんうん、うん、そういうところちょっとネットで探してううとかまあみんなもさもしあの9月中になんかここおすすめの,あのお祭りやるよとかなんかあったらぜひ私たちの DM の方とか コメントで教えてください。お願、はいします。そこに行きたいなと思います。はい。うん。あとは静岡であの言った御殿場。うん、御殿場は自分が大学の時にはなんかその御殿場のビール高原、うん、みたいなやつがあってさ、うん、そこでまあビールいっぱい飲んだりなんか食べ物いっぱい食べたりとか。いいね。できる場所があるからそこは行きたいね。 オクフェスやってるんんじゃななないのかな <laughs> あでも本当にそ,のそんな雰囲気、うんね、オクトーバーフェスみたいなノリのでももう時期もねちょうどいいかもねそうちょうどのなんかね日本の日本にいる間はこっちのオクフェスやるからさちょうど行けないんだよでも日本でオクフェスできるかもそうだねでその静岡のやつが、まあ、終わったらまたね東京に帰ってきて、まあ、東京で家族と。 うん、過ごしたりしてまたその次の週は今度はあのー、京都と,とかあの関西の方に、うんあのー、行きたいと思ってますはいもう京都のホテル旅館取って約ね取ってそうだね一日はホテルでもう一日は旅館ね、うん、旅館にもねちょっと泊まってみたくてね<う>まあブレーンずっと行ってたもんねそうそう、まあ、てか泊まったことあるけど なんかおばあちゃんとお母さんが日本に来た時、うん、一緒に京都行った時は旅館泊まったけど、うん、なんかねもう一回泊まってみたくてだ、ね、しかもあのなんだっけ嵐山嵐山そう前から嵐山の旅館に泊まりたいと思ってたから、うん、今回はそういうちょっと豪華ななところに泊まりまりすうん,、うん、なんか二人でなんかこうやってゆっくり旅行することってあんましないからさ二、うん、人で京都とかちゃんと回ったこともないじゃん。 2人だけではね,ね、うんだからいつも家族がいたりあとは友達のマリとか見てそれもすごい楽しいんだけど2人でなんかちゃんと回ったことないなと思って、うん、だからねあのね京都とか,なんかさ奈良とかはさ、うん、あの学校でかなり行ったんだけど何回ぐらい行った 2>, でも、まあ、でも ?2 回ぐらいかな学校で、うん、学校行事二回全部で何回人生4回 4回ぐらいかな、うん、でもさちゃんとさお寺とかをね見ることなかったから、うん、まあ今回はねブレンと2人で行ってあのゆっくりお寺とか見たり、うん、あここはこういう人が眠ってるんだとか、うん、こういう意味のあるお寺なんだとか、うん、そういうのをちょっといろいろんかこのね文章読みながらゆっくり歩いたりとかそうだねしてみたいなって思う。い でまあ、大阪とか奈良とかもね、うん、まあそこら辺近いからね、うん、帰り寄ってとかできるかもね,ねあとブレンは何か連れて行きたいんでしょ俺を猿のとこにだって行きたいでしょ、うんだ,うん、だって嵐山にあるしその泊まる旅館の近くにもあるから行けるんじゃないそうその猿山とかもね一応なんかアニメの場面でよく出てくるからさ、うん、まあ一応アニメのちょっとした聖地みたいな感じだから、うん でもね結構ね登らなきゃいけないよそれはきついわ歩いてそれはきついわできるよあとは稲荷伏見稲荷とかあのね鳥居がいっぱいあるところとかそこもね前回マリとブレンと行ったんだけど行ったのが夜だったじゃんだからあんまし綺麗に見えなかったし写真もやっぱり撮れなかったからまた別なんか雰囲気だったよねちょっと怖くて怖かったよ夜の伏見稲荷はうん なんかヘッドランプをつけて歩いてる人もいたよねいた。あとはさ、あれは血を吸うさ、ヒルとか。いったっけだよね、ねなんかそれが地面に落ちててさ、そのなんか昼昼<ル>で頭になんかライトつけた女の人がなんかこうやって見て、なんかあこれはな,なんかこれはヒルだみたいな、なんかなんかそれ探してたのかな。なんか研究してたよね。ふふふ。しみなりの昼。みなりの昼みたいな、なんか面白かったけどちょっと怖かった、うんね、その人。なんかどこ行ってもいるんだもん。そう。えついてて歩いてて。 全然違う方向に歩いていっちゃったのにまた戻ってきたりとかそう前から出てきたりね,ねえ何この人と思った <laughs> 呪われてるねえほにねそれでまあ京都大阪奈良あたりをね、まあうん、楽しんでその後は帰ってきてもうあちこち行くのはそこで終わりかなそうだねこれは東京だねねまた東京のさ あのまあ、ずっと会えてなかあった司、まあ、ジョナスとか、うん、あとは「おはよう」に一緒にいたハルちゃんえいちゃんとか、うん、YouTube 見てくれてる方はねうん、うん、結構してくれてるかと思うんだけどそういう友達にもちょっとね会、うん、ったりとかしてあとはまあ東京らへんでゆっくりね、うん、なんかしたいとかしようかなと思ってます。うん まあいいろいろねショッピングとか。というてか秋葉行きたいの秋葉,秋葉アニメグッズ欲しくてあと仕事先の人も結構アニメ好きな人さいるからさ、うん、ねアニメグッズ買ってあげたりとかそういうことしたいし自分もくじ引きが引きたいのよいいんじゃないそうみんなにね動画でなんかシェアしたいとん何のくじ引きでもいろいろあるよだってやりたいの鬼滅の刃の」のくじ引き くじ引きっていうかなんかその一番くじみたいななんかコンビニでよくあるじゃん。それあるんだ。そう。どういうところにあるのそれ,それ？コンビニもあるし、あとはなんかそのアニメートとかさ、あるんだそういうところでもあるのよ一番くじが。そう一回六百八十円とかさ、ね、そんぐらいはするんだけど。でもなんかなんかもらえるでしょ？もらえる。 で有名な you YouTuber の人とかさもう10回チャレンジみたいな感じで、うん、まあそれでも大、ね、体6800円になっちゃうけど、うん、でもそれでねフィギュアが当たる可能性もあるしあとはまあちっちゃいね、うん、マスコットとかそのちっちゃい、うん、キーホルダーだけでも嬉しいからさ、うん、もし「鬼滅の刃」のやつがあったらやりたい「鬼滅と」と、うん、あとは「スパイファミリー、うん」とかあとは「五等分の花嫁」とかなんかまあうん、うん、でもさもうね日本でブームがさちょっと。 なんだうもうほら放送してからちょっと時間経っちゃってるからでも「スパイファミリーは最近終わったじゃん、ね、であと新しいの,も,始るの花嫁も結構最近じゃない、うん、だからまだ9月に帰った時にまだまだまだやっててほしいなと思って「鬼滅」も最近また新しいの出たし「うん、鬼滅」はいつだってもね人気だからね,<ー>ねなんかちょうど自分たちが帰る時期に合わせて新しい一番くじが出てるとうしいなって思うんだけどな、うん なんか聖子がもし日本に住んで日本で YouTube 撮ったらそういう動画いっぱい撮りそうだねやるけどでも家の中がアニメグッズで溢れてすごくストレスになりそう <laughs> 売らなきゃいけないそうそうそうでもそれはあの本当に YouTube 撮りたい<お>今回帰った時はじゃあ前回も秋葉帰った時撮ったじゃん動画秋葉の動画覚えてるうん覚えてるよ、ね、なんかたい焼き食べたそうあの、うん、ポケモンのたい焼き食べてるね、うん、恋キングの懐かしい ねえだからマジで今回は動画いっぱい撮れんじゃないかな頑張んなきゃねね動画撮んない日もね多分作ると思うけどそうだねでもかなり撮れちゃうんで10個ぐらいは最低10個ぐらい撮っちゃうんじゃないかな、うん、あとなんかちっちゃいインスタ360のちっちゃいキャメラもさ使えるねそうねそれ持っていかなきゃだねそうだね だからもうやること楽しみだし、ね、食べるものも楽しみだし、うん、回転寿司行きたいし油そば屋さん行きたいし普通にコンビニで食べたいねコンビニやべたり、ねね、おにぎりとかパスタとかドリアとかもう,もう初めてのリアクションで全部動画撮れそうもう3年ぶりのコンビニ <laughs> 3年ぶりの日本のラーメン3年ぶりの回転寿司と まあアメリカでも行ってるけど、うん、でもやっぱ日本のやっぱ違うよ、うん、だってアメリカのやつもね美味しくてありがたいけどさうん、うん、値段もお高めだしお高めだからねあの種類もね日本の方がいっぱいあるからそうねね。サイゼリアで1万円使ってみたとかさ、うん、なんかそういうなんかまあみんなやってほしいアイディアとかね、うん、もしあったら送ってほしいし、うん、ねそうだねやりたい企画がいっぱい ああるよねと温泉にいっぱい行きたいよね。そうだね,ねえ温泉銭湯だってね安いもんねこっちは特草結構まあ韓国のスパがあるけど<う>結構高いのよね温泉じゃないし、うん、ただの銭湯、まあ、というかね天然温泉ではないお湯って感じだもんね。そ<う>い,いいけど一、ね、人 30ドルだから3500円ぐらいね4時間ぐらいしか入れないまあでもそれねあれなんだっけ何て言うんだっけ岩盤浴もう入ってるからまあまあだねまあまあまあねでもそこでね韓国料理屋さんもって韓国料理も食べちゃうからね結局すごい高くなっちゃうでも美味しいからしいからね日本でもね岩盤浴のあるところ行きたら聞きたいねうん だからもううお風呂は毎日ほぼ温泉になっちゃう可能性が高い、うん、高いよだってさ調べたらさなんかなんか泊まり先のさ近く調べたんだけどなんかお銭とかいっぱいあったし、うん、やっぱりいっぱいあるよねそうだねだからできちゃうよねそれ温泉いいよねね温泉食べ物あとはいろいろやりたいこともリストいろいろつけてるけどさ何があるあでもほら自分の大好きなアニメのなんかその 昔から見てる「金色のガシベル」っていうアニメのなんかそのアニメ展みたいなやつがほんちょうど9月にどこにやるから東京ら辺だと思って空町とか大体空町だよねでも細かく調べてないけどでも遠くなかったはずだからそこでなんか展示会がやるみたいだからそこ行ってなんか多分オリジナルグッズとかも売ると思うからさそこでちょっと記念にグッズ買ったりとかそう分かんない調べるの今場所る あれなんか上のとかにありそうじゃない日 <laughs> さ、見てた猫、ね、の動画の、ね、<laughs> その中、じーっと音、猫の動画の音。何<そう> <laughs> <う>の音だろうと思って。なんだっけ、ガッシュ。ガッシュ。ガッシュ店で調べたらいいかもね。展示の店9月にあるはずなんだけど、場所はどこかな <laughs> いいよ、違うことについて話して。ちょっと調べるかな。<laughs> 何について話そうかな。 でも本当にね日本に帰るの楽しみすぎてやばいカラオケーは行くかなやっぱり東京空町マチだよあっだったやっぱり大体空町マチだよが、ね、<石>でもちょうどそこら辺も行きたかったから <laughs> よかったね浅草行くしね浅草から結構近いじゃん、うん、そうだねクレヨンしんちゃんも空町だったもんねうんそうた確かコラボしたもん大体空町だよね <laughs> いやー本当にこの時に よくぞよくぞ9月にやってくれたそうだねって思った、ね、早く帰りたいなもうもうすぐだよ今日からあとね五日あと5日仕事頑張れば、うん、もう私は日本に行けますのでそうだよねねあともう少しの辛抱うブレンはあともう仕事は2日 2> ぐらいのね木金やったらもう終わりだもんね、うん、ほぼ、うん ほぼね月曜日はお休みだし、ね、アメリカねねあとはアッシュ梅ちゃんはね2人でね本当にでも梅をねあの家族に迎えてよかったって思うなんかアッシュ1人だけで、ね、あの3週間ぐらいねあのいたら結構つまんないそうだよ、ね、と思うよねアッシュがねなんかお友達っていうか家族ができて よかった、ね、そうねしかも梅ちゃんと仲良いしなんかめっちゃ2人で遊んでるじゃんそ<う>だからなんか暇はないだろうなって思う,う、ね、でご飯もねあの自分たちがお世話になっている友達とかが、うん、あの毎日あの見に来てくれるし、うん、トイレとかもねいろいろやってくれるからねありがたいなって思うよねペットのシッターさんもねそんなにあの安いわけじゃないからさまあ、ね、一日一日が、うん、ね まあ、自分たちも今なんか友達がヨーロッパに行ってるからさうん、うん、その友達の猫ちゃんのお世話してるよねそうだねなんか毎日アパートに行って、ね、なんか猫ちゃんの水あげたり、うんね、うんち取ったりとかうん、うん、遊んであげたりとかそうそうそう、ね、かわいいよね,ねお互い助け合ってるって感じで、ね、そうだねねってことで今回はかなりあのまあ 日本でやりたいみたいなこの自分たちの願望をここにぶつけましたけど皆さん皆さんも私たちが日本に帰るのを楽しみにしてくれてますかはい自分たちすごくね楽しみですはいもうワクワクが今から止まりませんはいはいってことでねあの、YouTube でもインスタでも日本の情報をこれからねまた発信していくので是非そちらの方もチェックしてみてくださいはい是非お願いします、はい あとはポッドキャストこちら友達とか知り合いとかの方にシェアしてくれると嬉しいです。はいあと日本でね見かけてくれた時はぜひ声かけてください。ぜひぜひ皆さん声かけてください。ねえ遠慮しなくても大丈夫です。はい、ね、うん、であのそのそこのポッドキャストの次の週次の週ってなんかそれはもう自分たちがねため撮りしたあのポッドキャストをね、うん、あの スケジュールして流す予定なので日本編みたいな日本から帰ってきた時のポッドキャストはまた結構1ヶ月後とかにね,ねあのこの配信からなっちゃうと思うんですけども、うん、皆さんあのタイムラグが多分生じてると思うんですけど、はい、あの来週再来週はまた、まあ、ちょっと日本と関係ない話をしてると思うんですけども、うんはい、そこら辺はご了承ください。と、はいう、はい、ことで、あのー、今日のポッドキャストはここまでになります。はい はい。ということで皆さん、じゃあまた次の次週のポトキャストでお会いしましょう。はい、はい。じゃあ、またね。またね。良い一日を。良い一週間を。ババイ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 。